はい、どうもです、左利きのみでペナントを制すやっていきます。今日の動画も30分以内にしたいと思いますね。留学生まで残り1日まで行ったのか。俺そこまで行って止まってたのか。なんで俺逆に留学生まであと1日まで行って逆に止めてたんだろう。なぜだ。わざとかな。適当にたまたまかな。たまたまな気がするな。多分そこまで 俺がそこまで考えてるとは思えねえ。俺の頭がそんな働いてるとは思えねえから、多分たまたまあと1日だったな。よし、試合してこう。多分トレードとかいろいろしてて、ちょうどたまたま1日になったんだと思う。トレード出すか。あ、三沢を取ったんだ。三沢じゃない、三石だっけ。あれ三石。三石くんを取りました。みんなに紹介してなかったかな、三石くんは。外野のパワーある左投げ、いるかな。いないな。左投げいねえな。お、森山。あ、佐藤子。いいね、佐藤子。こいつとか出したら取れんじゃないか。立花。こいつ結構いいもんね。ピッチャーは多分俺育てれる。ピッチャーは全然俺は育てれるから。こいつ早熟でしょ、どうせ。早熟っぽいやつを出してこ、全員。あと誰出そうかな。あと若手出せたいな。こいつ出すか、ドラ1。シング。出そうかな。いや、こいつ抑えれるか。24か。でももう24。そっか、30。30とかここら辺だな。早熟。じゃ立花た、金沢。よし、この2人で行こう。あと、まあ留学生来るんで、チャールトンどうするかな。ティオがなんか打ってんだよな。三石は変わりないしな。大石外すか。大石外してティオカだ。まだ調子いいからその分ティオカ出すか。よし、勝った。ティオカで打ったかな。二桁奪三振。ヘイル。三石はパワー型いいね。肩か。テラスは肩か。肩 B から A はいらないな。尾崎総力か。微妙。パワーかミート上がってほしかったな。まあしょうがねえ。パワーミートなんて上がることあんまないからな。テラスは肩が上がってもな。ショートだしな。せめて守備か補給上がってほしかったな。外野で使うか。ちょっと一回上げるか、外野で使うか。外野は別に今いるんだよな。鈴木を落としてあげるか。いや、まあ鈴木そのままでいっか。尾崎をどっかで上げたいな。中村晃と変えるか。そうだな。ちょっと尾崎と中村晃一回二軍でちょっと休もう。休ませてもらおう。で、尾崎上げよう。で、尾崎ファースト。ファーストセカンド、両セカンド守れるか。いいね。船木が3割打ってる。対左は船木だな。ここ TO から使うか。あ、でも、どうせ TO から代々使うのがいいのかな、一番。一番代々使うのが良さそう。TO からは。TO から代打。TO から船木あたり。船木あたりを代打にしとこう。よし、これで。これでいい。これでじゃあどうしようか。とりあえず、外国人を取れるギリギリまで、7月31日まで、飛ばします。よし、7月31日まで来ました。何ですか？何すか？ああ、はいはい、ああ、日本とキューバ。まさか日本が決勝まで行くとは。うちから誰か選ばれてるかな？見れないんだけど。見れなくねえか？本当か、お前、決勝。本当か、決勝。全然決勝見れないんだけど。まあいいや。外国人取ろう。関係ねえから外国人取る。ルア全左投げ一応5人揃えました。ベイト、
エンライト、ヘイル、ギグス、ベアズリー。どれかな、ベアズリーは結構良さそうじゃない？ CC だしね、ミートシーパーし、それかエンライトか。でもエンライトはね、どうせね、微妙な気すんだよな。エンライトさんは微妙な気する。そうなると俺はベアズリー、ベアズリーを取ろう。ベアズリーだけでいいや。エンライトはフランクシューがすごい。いや、ワンチャンあるかな。ワンチャンあるけど30だしな、活躍できても数年だしな。そうやったらエンライトだな。俺はエンライトにかける。エンライトはベアズリーにかける。チャールトンな、どうしよう。チャールトン外すか。チャールトンちょっと成績落ちてきてるかな。トドロキ外そうかな。トドロキ外してもサードの控えがいないんだよな。ファーストは結構いるからな。尾崎か。尾崎外して、ああ。でもこのベイル、グリビズが打ってるからな、外せないんだよな。チャールトン外すか。一回チャールトン外そう。一回外して、ベアズリ入れてみよう。で、安井がすごいな。安井のキャッチャーいいなったら、クボデラを早くキャッチャーを覚えさせて、クボデラをレギュラーとして使っていきたいな。数年後には。チャールトンの代わりにベアズリー。守備がゴミだな。チャールトンの方がまだ漏れるか。肩強いからな。2割6分。2割6分。微妙。こいつら微妙だな。で、今1番、2番を外国人が打ってるからな、うちのチームは。1番グリフィス。2番ベイルの外国人コンビが1、2番コンビを打ってる。そして3番根本、4番立川。5番三石。打線は今年そこそこなんだけどね。そして代打に T 岡田、3割3分3厘がいるからな。ベイルで、ここで、ベアズリー。2割9分4厘か。どうしよう、対左は、対左いいついてるからな。船木でいこう、対左は。よし、まあ、このままでいきましょう。お、福地、花井、結構ノリノリだな、みんな。花井使うか。5.4、ダメです。なんか去年活躍したのにな、笠原。なんで今年。細身も微妙だな。先発どうする？誰か生かす先発。倉本も微妙だな。強えな、こいつ。あ、それ、トレード失敗したのか。早熟。先発やらしてみるか。一回先発やらしてみよう。細身ちょっと中継ぎで。エスコダメだな。どうしよう、中継ぎ。梶本いっか。松行すげえ。調子次第。ハイ選手よりビハインド、リードし、ビハインド、リードし。リードし2人か。金沢もリードし行くか。なんでこの2人 0.00 なんだ。投げてないから 0.00 なのか、抑えてるのか、どっちなんだろう。純粋に抑えてるのか。逆に 0.00 って怖いよな。ちょっと点取られてたら、1点台とかやったらな、あ、こいつはいいなってなるけど、逆に 0.00 だと怖いわ。ねー、5連敗中、6連敗、7連敗、8連敗、9連敗、おわー、9連敗でやっと、阪神だな、阪神との直接対決ちょっと見ようか。で、グリビズをみたいな、グリビズ。やべ、負けまくってる、勝たないと。吉江がノリノリ。今何ゲーム差、阪神と。4ゲームついてるか、ここ3連勝ででも1ゲーム差か。吉江をあげよう。よし、なんでお前セーブ狙いを、なんで中継ぎでお前セーブを狙おうとする。これ梶本もしかして打たれてないんじゃね。一点も取られてないんじゃね。中継ぎが急に減ったな。早熟か、早熟ばっかだな。左投げは早熟が多いとかかな。ベアズリーを打ってる。1割1分1厘1本、ダメじゃねえか。もう1割1分1厘1本1打点って、さすがチャンスで、チャンス F だな。やっぱチャンス F きついのかな。とりあえず、まあ、シーズンとか能力判明するまでは1軍で使おう。外国人だからな、ある程度打席数立たせないとな。うちはちゃんと外国人にもね、ある程度の打席数を立たして、能力を判明してから、こいつはもう無理だな、みたいな感じでね。福永。
覚醒した男同士。お、3割30本いいね。100打点いくね、いくね。うちの1、2番1、2、3、4番よくねえか。ベアズリ打ち方かっこいいのにな。だからチャンスで打てないからな。ベアズリミート C、パワー C、弾道4あるんだったらもうちょい打てそうなんだけどな。出たナックルカーブやろこいつ。ドロップカーブか、ドロップカーブばっか投げてくれやつだろ。ペアズリーもっと高打者っぽい感じなのかなと思って、打率3割ぐらい打って打ちそうだけどね。でもチャンス F がでかいのかな、そんなにチャンスで回ってくるのかな。ウェイ153キロ第2球投げました。ああ、スタンドに入りました。ファール。第3球は高打者じゃないの。内野安打。足が遅い、足が遅すぎる。ショートの肩弱かったけど、ショートの肩は弱かったが足が遅すぎたな。あ、チャンスだ、もう打てねえ。代打送る、代打送るからチャンス、チャンスで代打。ここはティオかだ。チャンスのた瞬間変えられるというか悲しい男。よしかった、チャンスになった瞬間変えてやる。これが一番いい使い方、ビアズリーの使い一番いい使い方かもしれない。外国人枠もったいね。クモンが8勝0敗だ。すげえ。中継ぎで8勝0敗って。ビアズリー微妙かな。とりあえず、ビアズリーの能力判明までいこうか。よし、勝った勝った勝った。あ、花井が覚醒した。やったぜ。飲み終わりじゃなかった。花井が覚醒した。まあいいや。とりあえず花井先発させておこう。覚醒したし。覚醒したご褒美でね、ある程度先発をやらせてあげましょう。だが、阪神と宮坂はノリノリ。てか、強くね、中日。なんでそんな、あ、ペアズに能力判明した。中日強すぎねえか？どうした、中日。何が強いんだろう。強っ、先発。S とかばっかじゃん。A とか S とか、A とか B とかばっか。千賀もいるし、中継ぎ千賀、中崎とかいるし、ダイソンとかいるじゃん。ダイソン欲しいんだけど。1年目25歳、ちょこれ強奪しろで。ダイソン、ダイソン首なんねえかな。ダイソン首なんねえかな。大松やば。3割2分5厘30本。チャンスビーパーヒット初球逆境つえー。あー、こいつもいいな。いえー、こんな外国人欲しい。うちも左投げ、守備うま。左投げ、お、3人3割4分1にもそんな打てんの。もや、3割33。なんでもやは扇風機ついてるのにこんな打てんだ。すげえな。うちも A ランクの外国人来てほしいな。来ないんだよな、A ランクの外国人、なぜか。うちには。あ、そう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 。ここで判断します。ペアズに能力。DB。守備は意外と良かったな。どっちがいいんだろうこれ。これだとチャールトンだな。特労の差で。よし、チャールトンにします。そういえばね、俺チャールトンね、意外と見たことなかったんだよね。全然意外じゃないけど、チャールトンちょっと見たことないんで、チャールトン見よう。お、ベイルス、え、ベイルどうしたの。ベイルなんかめっちゃ能力良くない、上がってね。でも対左はいいっていう。どうする、船木変えるか。うん、大石上げてきたな。対左いいなんだよな。いや、対徳野より今の成績か、今の徳野より今の成績俺は重視しよう。12番ベイル、これでいきます。よし、じゃあ阪神戦まで行こう。阪神との直接対決、これに勝たないといけねえ。よしよしよし、 0.5 ゲーム差。よし、 0.5 ゲーム差、 0.5 ゲーム差。あ、よし、まだ 0.5 ゲーム差。勝とう。よし、勝った、よし勝った、よし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 、よし、ここで2連勝でゲーム差を一気に広げよう。俺はチャールトンが見て、チャールトン、チャールトン、チャールトンの安井の疲労がやばいな。どうしよう、クボデラ、ちょっと今日ちょっとクボデラ使うか。浜口スタミナ B か、どうしようかな。やっぱ安いだな。キャッチャー B はでかいわ、やっぱり。多分知らんけど。3割39本、39本。あ、そういえば
立川の立川チャンス A にしたら三振消そうか。立川の三振が、扇風機になるまでに消さないとな。扇風機になったら多分消すの時間かかるでしょう。消せないのかな扇風機って。三振削除で確か消せたよな。でもちょっと多分時間かかりそうなんでね。いやうちの外国人一塁はよくね。うちの外国人一塁はよくねえか。結構なかなか阪神も取れたな。うちのこのグリフィスベールのサードセカンドの一塁はよくね。1番サード2番セカンドこのよくね。このにしかも1番14本ホームラン打ってる。しかもグリフィス選球眼あるからな。多分バンバン出塁率も高いだろう。それでこのね122打点を生んでるというわけですよ。いやうち打線がなかなかいいな。向こうはもう山川戻れてきたしな。大山は結構いいね。熊谷は打たないしな。塩見も微妙だな。盗塁がうまいのか。3割二遊間の守備はいいな。キャッチャー多くねえかなんだこのチーム。編成ミスりすぎだろ。行こうチャールトン。あチャールトンこういう打ち方だったんだ。チャールトンドレッドヘアか。チャールトンはなローボールヒッターで逆境丸もあるからな。特能が結構いいのがあるんでね。でも三振がついてるんだよな。三石全然リードしないな。スローカーブ横山と横山か。ガラスのエース横山か。1年に1回ぐらいなと高騰していなくなる横山ね。フェア切れない。よしシングル。よしノーアウト。三石足ノーアウトから1点も取れないの。追いつこうぜ。ああいいチェンジアップだな。止まって見えたな俺には。第2球投げた。追い込まれた。三振ついてる。あーゲッツーだ。うめえかっけえな今のショ今の今のめっちゃかっこいい。このショートの守備かっけえ。パワープロってこんなにリアルなの。すげえな。おホームラン王だ。打点王だ。やったぜ。3割4分2に見ますげえな。チャールトン頑張れ。よし超えろ。ああ塩見足早い。ライトに足早いやつ置いてるからな。チャールト頑張れ。ここホームラン打とう。おおスローカーブ読んでたけど振らない。逆境までついてるかな今。うおお今のは打てないな。ダイソーいらないか別に。そんな点差じゃないしね。1点差だったらダイソーはありだけどね。スローカーブ来るんじゃない違う。外に逃げるスライダー振っちゃったな。あー負けちゃった。いやーやばいな。勝ちたかったがまあしょうがねえ。これで逆転か。今3時間34分じゃなかった。違う3時間33分だった。おっ IQ が脱走式になった。みんな特能とか覚えてんのかな。結構アイキとかもう早熟だよな。もう取れてきてるよな。もったいないな逆に得のを覚えさすの。今育てたいのは誰だ。ピッチャーを打ち得のいっぱいあるからな。野手はあんまいないんだけどね。得のを覚えさせてくれる人が。タン左結構いいからな。タン左とチャンスは結構有能な得のな気がする。鈴木何覚えよう。覚えるもんがないんだよな。弾道でもあげるか。いやミートあげよう。ミート C にしよう。大石は弾道さんだな。弾道3でいいでしょう。パワーあげよう。よし頑張れ。クライマックスシリーズいけクライマックスシリーズ。松井裕樹が250セーブ名球会入りおめでとうございます。いけるこのままいったらいける。クライマックス宮坂のりのじゃなかった。おっしゃクライマックスシリーズ決定。やったぜ。2位じゃん結局。やっとまさか最後の最後で逆転すると思わなかった。2位でもクラブシリーズファイナルファーストステージ戦わなきゃいけないけどね。
まあ、ファーストステージはスキップでいきましょうか。絶対勝たないといけないからな。負けてらんねえよ、ファーストクライマックスシリーズで。日本シリーズ優勝しよう。クモ先発使うか、尾崎使おうかな、絶好調。ここで尾崎使おう、ちょっと。0割0分0に尾崎を使おう。いや、T か、いや、尾崎だな、ここは。お、チャールドン。チャールトン結構打ってんじゃん。5番尾崎でいきます。あー大敗。あー今永が打たれたな。しょうがねえ、今永がこんだけ炎上するのはしょうがない。先頭主食は本塁打。香川頼むぞ、勝ってくれ。よし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 、これで一勝一敗。立川がホームラン打ってる、2本打って、そしてグリーズもホームラン打ってる。グリーズ2試合連続ホームランか。昨日も先頭足ホームラン打ってたしね。浜口か、6.08 浜口だな。よし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 、これでファイナルステージ出場。おお危ねえ、さよならか。結構ギリギリだな。ギリギリの勝利を収めた。よし2勝1敗。でも先発を使ってしまって、うちの先発もういねえからな、まともなやつ。うちの先発ね、まともなのあんまりいないからな。花井はもうダメだな。花井変えよう。足原落として新宮あげるか。高梨が今年ダメだったな。高梨どっかであげるか。金沢、梶本もダメ。中継ぎがどうしようかな。高梨あげるか、こう、あげた方がいいかもしれないな。調子が上がってきたらあげよう、高梨の。ちょっと絶好調のやつ一人あげよう。誰か。枠一個あげといて。その代わり誰か野手あげるか。調子いいやつがいたら。いねえな。せっかく調子いいやついたらあげるって言ってるのに誰も調子よくかね。クライマックスシリーズ第1戦。いやー、グリフィス絶不調かー。サードいねえなー。ちょっと多いし、1番で。向こうの打線やばそうだなー。相手は今シーズンぶっちぎりで優勝した中日ドラゴンズ。黄金期が来たんじゃないか、もしかして中日の。中日の黄金期が来てるかもしれないな、今。誰、浜。畑。ノーヒッターって、おお、畑ってあのジャイアンツの畑かな。立川すごいな、44本。これホームランも打点を取ってるよな。チャンスでいこう、ここから。3点差ならワンチャンある。あーもう無理だ、もう無理だ、もう逆にもう勝てねえわこんなの。はい負けた。ちょっとなんか流れが悪い気がする。ちょっと一回今日の動画ここで終わります。第1戦終わってここから逆転します。それじゃあ見てください。皆さんありがとうございました。バイバイ。